い、今日も始まりましたザ・レスポンスチャンネル、いい商品もですね触れなきゃ意味がない、その良さをどうやって伝えるのか、集客マーケティングこそ社長の仕事ということで、今日も代表の小川と司会の山田で進めていきたいと思います。今日も小川やってきました。はい、もう向き食ってますけども、はい、うまいうまい、まあそうですね、やっぱりね、はい、ちょっと朝散々あのね仕事して脳みそはふわっとしてるからここらちょっと糖分を入れないと収録もできないので、ということですね。もう収録ってもうね言ってますけども、収録ですよ。まあ収録ですね、ライブで配信するの収録ですね。そういうこと言ったかそういうこと言ったか、まあ、ちゃんとあの粒立てで伝えておかないといけないなと思いまして、はい、ちなみにこれあのチーズケーキですね。僕の分もありますけど、アップに一応してもらって、チーズケーキうまっ、はい、OK ですか、うん、めっちゃ黒いですけどこれ大丈夫ですか、これわざとですか。わざとに決まってるよもうこの下りわざとじゃない焦げてたらバカでしょまず結構いいとこですかね、これは。小川さん買ってきてもらいます。あのいつものほら、この間もハンバーガー食ったあのカフェの、あ、はいはいはい、あ、そうですね、美味しい、なるほど、はい、ということで食べてるばっかりだったらね、僕はまだ若干糖質ありますので。あ、そうなんだ、エネルギーがね、エネルギーがありますので。もう全然ないもん、さっきも俺、ね、眠たかったもんそんな番組の初めでそんなこと言う出演者いますすごいですね。まあ気に入っていただいたら、ほんで、まあ、いいねとか受けるねとかやっていただいたら、小川の行くぞこのね、あ、糖質だと思って、糖質小川のさんのエネルギーやと思って、そう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 、いいねとか、まあ収録ですけども、そうそう、ね、ハートとかガンガンやっていただけると、またチーズケーキ食ってるだけですけど面白いこととかあったらちょっとやっていただいてと。だ、普段こんなの食べちゃダメだよ、マッペルマン。ああ、はいはいはい、うん、まあ、明らかにこう生産性下がりますから。ただ今は2時間だけチャージしたいと、ね、このために。そう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 、なんかさっき聞いた噂にね、あの清水から聞いた噂によると、あの腹減ってる時点でもうダメなんだって。糖分が欲しいと思った時点でもうおしまい、もうエネルギーが、うん、そこに糖を入れたらもうバンバンってなるからダメになると。あ、もう手遅れってことですか。そこで糖質的、低糖質的なものを食べてももうバンってなるって、なんからしいよ。もう腹減ったら終わりだと。そうなる前にちゃんとやっとかないと。それでもその考えうまく使わないとデブエの道まっしぐらのような感じもしますね。腹減る前に食えみたいな感じにも聞こえますけど。それもそうやな。なんかちょっと取り扱いがまあまあ注意が必要ですね。それもそうやな。でも腹減ってからこう甘いもの食うっていうのはもう最悪らしい。なるほど。だから今もそう最悪のことをやってるってことですね。これは最悪だけど、まあ、これはしゃあない。もう視聴者のために、なるほど、僕は視聴者のために食べてますから自分のためじゃないから。なるほど、人のせいにしてる人しかダイエット中でみんなのために食べますみたいな食べんとやるよって言われて終わりですね頑張るよって言われて終わりのような気もしますけども、はい、ということで今日のテーマは、うん、メイントークに、うん、まあ、まだあのチーズケーキ思いっきり食ってますけども、うん、今日もあれでしょ、ダンケーキをこれもうね、今日もあれやろみたいな雑な感じの入りに、もうチーズケーキの糖がまだ行ってないですね。まだまだまだ来てない、まだ来てないですね。足らんかもしれん、はい、じゃあ食ってみめっちゃうまいです。いや、もう2人とも食い出したら終わりですよこれ。もうこれ口もごもごになりますから、これなるほど、この感想で。あ、俺は喋ってる時にそうですよ、食う予定で。なるほど、ね、ダンケリンのトピックが始まったら、うん、もう食べようかなと。ダンケリンから学んだ、はい、うん、お母さんの方のガンと取ってもらって、うん、あの、まあ、僕は食っとこうかなと思います。ただね、このなレアチーズっぽいのと焦げ目の、はい、ハーモニーがもううまいですかね食レポをド下手な2人がやってもしょうがないでやめましょうか食レポは危険な感じがしますねまだあの彦摩呂さんの真似してた方がマジじゃないですかねそのハーモニー言ってること彦摩呂さんでしたけどね、焦げ目とレアチーズのハーモニーっていうのは。そうそう、照れが入りましたけどちょっと息切らないとダメ、はい、そうです。でもガツンといかないとやるときはガツンといかないとダメ、すげえな。はいはい、では真面目な話しましょう。真面目な話しましょう。ダンケリンから学んだことですね、うん、あのね、まあ、いくつもあるんですけど、はい、なんだ、結構ね、まあ批判、この間の批判っていう話も、まあ、今でもすごく残ってるんだけど、うん、まあ、改めて他何があるんだろう、どういうこともあるんだろうっていうと、やっぱ結構自分自身のその考え方って、まあ、自分の考えと思ってても結局人から影響を受けたりとか、人から教わったのがそのまま自分の考え方になったりとかすることあるじゃん。
そう考えるとほとんど今のね俺の自分の考え方のほとんどダン・ケネディのものだから、どれが一番とかいうのがねすごく難しくて、何を影響を受けたのか何を学んだのか、ね、普通になりすぎてる感じですよね、発見できない感じですね。そうそうそう、なんかねこう自分の性格とか考え方のねって分かんないじゃん自分自身じゃ、だけど昔はそうじゃなかったけども、やっぱダン・ケネディ教わってそうなっていったみたいな感じなので、なかなかこうなんだろうなって思い出すのはすごく難しいので、実はそのさっきその寺本さんにも何か何影響を受けた、何を一番こうね学んだって聞いたんだけど、やっぱあの彼もうーんってなってるのね。なるほど。ダン・ケネディ本書いてるくせに、いっぱいね、いっぱい言ってるくせに、50とか60ぐらいはあったと思いますけど、なんでしょうねみたいなの分かんないですよねみたいな感じで。まあ、とはいえなんだろうなと思って思い出したのが、これやっぱねこれじゃないかなっていうのが一つ出てきました。いいですね。ありまして、それ何かっていうと、まあこれレネゲードミリオネアっていうね、まあ、あの商品の中で言ってるんだけども、はい、あのまあレネゲードってねすごく翻訳が難しい、うん、あのまあベタに、翻訳するとまあ非凡なとかね、うん、あのなんだろうな、なんかね配信者とかですね、なんか反逆みたいな、そういう、そんな感じ、そういう感じですね、の、まあ、考え方みたいな話なんだけど、そこでできたので、平凡な社長は、まあ、起業家だけど平凡な起業家は売り上げを上げるために顧客獲得して、でレネゲード、その非凡な社長は顧客を獲得するために売り上げを上げる。来ましたかこれ。来たでしょ。僕もこれが一番なんですよ。あ、そうなんだ。だから僕が何かの時に僕に喋れって言われたらこれ喋ろうと。マジで。ほら俺チーズケーキ食べてるから。じゃ何言ってんすか。僕の方がめっちゃもう二口しか食ってないですから。続き、まあ、あともうちょっとですから。あと一個は残ってくる。もう一個空気ですか。終わった後のご褒美。いやもうぜひ続きを。何の話。そう、それで。要はこれってすごくちょっとね一瞬え何の話っていう風に感じるかもしれないけど、うん、要はやっぱ社長とか、ねまあ、起業家そうだけど、その売り上げ上げるために全てをいろんなことをやるじゃん、まあ、例えば100万円の売り上げ上げるのに1000万円の売り上げ上げる、売り上げっていう数字をこう常に追いかけて、そのために全てをやると、でそのために要はお客さんを捕まえる、でお客さんを捕まえてお客さんに何か売って売り上げを立てる、うんっていう話なんだけど、それは平凡な人の考えで、そうじゃなくてその非凡な社長は非凡な起業家は顧客を獲得するっていうのがメインにあるとね、主従関係が逆だっていう話ね、で顧客を獲得するために売り上げを上げる、まあこれちょっと言い方的にんってなるかもしれないけど、そうなんていうかな、顧客を獲得するためにそれが目的がそっちで、そのために何かを売ったりする、要はそのために買いやすい商品を作ったりするとか、定価格のね、そのために何だろうね、まあ商品のアピールしたりとか、まあ何をするにせよ、マーケティングするにせよ、何をするにせよゴールは売り上げ1000万、今月1000万売り上げがありましたっていう、それを立てる、ことじゃなくて、ゴールは今月1000人のお客さんを顧客獲得しましたっていう、まあその単純に、まあ、やること一緒なんだけど。やること一緒なんだけど、この主従関係っていうか目的というか、そういったものが、まあ、重要度の違いというか、分かんないけど、ね、優先順位の違いって言えばいいのか分かんないけど、目的が違うみたいな感じですね。それの違いっていうのをこれあっちこっちで言ってるじゃん。そうですね。であっちこっちで言ってて、やっぱこう叩き込まれたのね、だからそういえばこれはその普通はない考え方だなと思って、で思い出したのが、まさにその自分が起業当初このダイレクト出版って会社を作った時に、もうまさにこの考え方の通りにやったんだけど、要はやっぱその時頃はもう完全にケネディ洗脳されてるから、もう神様と、もうイズムがバリバリですから、ね、とりあえず言うこと、電話出てかけてきたらこいつなんやとこうね逆切れするぐらいの、その副作用もまあまああったけど、そうそう副作用もあった、それまた面白い話があるんだけど、まあいいや、それはまた今度で、探偵が入っても浮気がバレない方法みたいな、まあどうでもいい、そのもう一個の話の方ですね。なるほどなるほど。別に俺浮気してないこのまあいいや、はい、何でした、
戻します。創業当初。そうそうそう。で、あの完全忘れたな。で、まあまあそう完全洗脳されてるから、もう顧客を獲得するためにこの事業をやるんだとか、要はあの顧客をどれぐらい獲得したら会社安定するかなと思って、まさにだから結構多分創業の頃なんだけど、あの100万人ぐらい顧客いると獲得すると、まあ常に誰かは買ってくれるから安定するんだろうな、100万人いくといいなと、もやっとか夢のようなね、まあ、なかなかこうそのぼやっと考えるにしてはすげえ数です、ね、そうぼやっと考えるにすげえ数だけど、たまたま要はその時に要はベンチマークしてた会社が顧客リスト100万ぐらいあるらしいよっていうようなことを言ってたわけ、そのダイレクトマーケティングね、もうしょっちゅう DM 海外のところですね、そうナイチンゲルコナンという会社の、ね、自己啓発のなんていうかな CD 教材とか昔言ってたところで、あのしょっちゅう来るのね、またいい DM が来るわけ、ええー、なーと思ってこう取っといたりしたんだけど、まあそこが100万人ぐらいお客さんいるらしいよっていう話だったから、あじゃあ100万人ぐらいいるといいのかなとか、まあまあ思って、もちろん別に目標にしてたわけじゃないんだけど、でも最終今ね140万人までいったからですね、もうなんか、まあ、感慨深いものはありますけど、うん、おおみたいなね、結構超えましたねそうそうそう、でじゃあ安定するのかなとか思ってやってたんだけど、結局その最初にこうやっぱお客さんの数、顧客リストをどれだけ増やせるかっていうことだけにフォーカスしてたので、最初一番最初うちで売った商品っていうのは、まあ今の視点からすると非常にまあ質の低い商品ではあるんだけども、ね、はい、まあ当時はまあまあそこそこのね、まあ、荒れてましたからね、そうそうそうものだったけど、あのまあ、めちゃめちゃ売れたと、うん、で本当に今じゃ考えられないけども3000円広告出して1万円の売り上げ立つみたいな、それぐらいのものでバン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 売れたのね、でもう急激に売れたわけで、その商品だけど多分3000万ぐらい売り上げ立って、うん、3000も3000円でしょ、したら、まあ、7000円ぐらいとしたら3000も2100万ぐらいの要は現金が残るわけじゃん、ね、現金が残ると、だからそれをあのもう全部広告に投資して、うん、儲かったお金全部広告費に投資して顧客のリストをどん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 増やしていったの、うんうんうん、でアップセルにいろいろ入れたりとか他の商品作って、とにかく最初の数年はただただ顧客リストを増やすっていうことだけしか考えてなかったので、顧客獲得をするっていうことしか考えてなくて、売上動向ってあんま考えてなかったの、うん、でその結果、まあ、バン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 あの顧客リストも増えるけど、一方であの会社の銀行口座に全然お金が残らないと、そうなりますよね、そうそうそう、全部出すわけですよね、結局700万円売り上げ立ちました、で本来であれば500万円残るはずなんだけど、その500万円を広告でバーンってこう出してるから、まあ、ゼロになります、翌月また700万円立ちましたね。だから本来であれば500万円残るはずなんだけども、うん、またその500万円をまた何かしら突っ込むと、でまた翌月700万経ちました、まあ800万円経ちました、500万円ぐらい残るはずなんだけど、今度はこの500万円で新しい商品をの案件を買ってくるというのをやってて、この金額が700から800、1000って増えていくだけで全部なくなって、全部なくなって、山が大きくなるだけですよね、ただ山が、どういうことですよね、それをその時当時のバイトしてたね江崎君ね、通帳あの通帳基調とかやらせて、彼は今では役員で、うん、あの子会社社長やってるけど、当時はバイトでそしたら毎月ビビってんだ、小川さんお金がないですと今月7万円しかないです、残ってるやつどうしますかみたいなみたいな、大丈夫、そう、いや大丈夫だよ、あの絶対あのまた来月も入るから、入っても使う、入っても使う、へーっていうのをずっといつまでやる、いつまでいつになったら心が楽になるんだみたいな感じだったらしいのね。ただでもそのままずっと伸びていって、うん、変な話投資するのやめたら現金がバーンって残る状態、まあそうそうですね、この山大きくなってますからね、そうそうそう、だからもうやってる側としても安心、おしおし、そうそうそう、なわけ、だからもう普通に、まあ、今でもそうなんだけど、まあ、ガンガン広告投資してるけど、うん、あの広告投資パンってやめたら、あもうこれ使うのやめよってなったらガンガン現金が残り出す、まあ、そうですね、でそれでまあすごくあの個人俺的には別にそのやっぱケネディマインドがあったから何とも思ってなかったんだけども、うん、やっぱあの口座見てた人からするとこれバカじゃねえのかっていうね
まあそうですよね、頭おかしいんちゃうかっていう、まあ、1年とか2年とかをただ働きみたいな、まあ、まあ感じじゃないですか。そうそうそう、全然お金残らず、でもガン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 やって、でやっぱ顧客獲得ずっとやっていったので、売り上げとか気にせずね、うん、なんかそこの辺のこうやっぱビジネスのやり方っていうのは、うん、もう完全にこのケネディの、まあ、教えのままというか、うん、もう完全に洗脳された、ね、教えを忠実に守って、もう普通はそこまでやらないですよね。洗脳具合もかなりレベル高いですよね。全部使うってまあちょっとレベル高いですね、洗脳具合が。普通はちょっと残しそうなもんですけど、まあ、ところがね、その時に他の、まあ、ケネディから教わった他のこともやっといたわけ。あ、なるほど。だから全部使っても絶対、うん、取り戻すっていうのがあった。まあそれはまた別の回に話すけど、ま、それがあったから、まあ、お金なくなっても、だからお金をこう残したいとかいうよりもやっぱ顧客を獲得したいっていうのがすごく強くあって、でまあ顧客を獲得した後に顧客とのどう関係を築いていくかみたいな、そういう発想だったので、そのまあケネディのおかげなんだけど、そういう発想でやってたから、多分そのまま事業は成長して、まあ商品ラインが増えて、お客さんとのいい関係もできてみたいなのはなったと思うね。というのもその当時まあうちと同じようなことやってた会社っていっぱいあって、いっぱいありましたね、ほんまに。いっぱいあって、でうちじゃあ商品力でうちがそのね他社より優れてたかっていうと、別にそうでもないのね、うん、はっきり言うと、まあまあ、悪くもないですけどね、悪くもないけど、別にじゃあ圧倒的に優れてたかっていうと、うん、そんなことはなくて、じゃあセールスプロモーションが良かったかね、セールスプロモーションが良かったら変な話、じゃあ1万円の商品を3000円の広告費で売れるっていうのはミラクルじゃないのかってね、うん、まあ、今だったら多分ミラクルだと思うんだけど、ね、当時は別にみんなそんな感じだったから、別にそこのプロモーションも裏を返せばじゃあめちゃくちゃ優れてたかってね、っていうとそんなことはない。別に一人だけ図抜けてたわけじゃないですよね。図抜けて、まあまあ多少良かったのね、かったとは思いますけどね、まあ、10% 20% 良かったとかそういうのはあるかもしれないよ、うん、でもそれだったら別に他にもっといいところもあったと思うし、うん、じゃあプロモーションが素晴らしかったっていうだけでもない、プロダクトが素晴らしかったっていうだけでも、プロダクト普通ね、まあまあ当時で言うと何だろうな、偏差値55ぐらいかな偏差値53ぐらいかな、53から5ぐらいね、でプロモーションはまあ偏差値で言うと、まあ55ぐらいかなどっちも55ですね、まあ、どっちも大したことないよね普通ね。だけどやっぱそういうもう全捨てで、利益全捨てだから、そんなことやってたのは多分うちだけだろうね。他のやっぱ会社はやっぱ儲かるじゃん、本当に 何千万ってもう変な話、まあ、突然なんだろう、何億売り上げ上がって何千万バーンと残りましたとか、ね、そうですね、1ヶ月のあれだけでそうなりますね。そうそうそう、100万円広告費入れたら500万円残りました、ね、400円残りました、やったみたいな。やっぱそのやっぱうちの競合だった人たちはみんなそのお金を豪遊しちゃってまあ車買うなり、まあ、やったってなってますよね、六本木行くなりして、ファーファーファーとね、その模様をちょっと写真に撮ったりとかねそうこう宣伝使ってみたりみたいなのもありますよね。そう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 、はい、っていうようなことをやっちゃって、やっぱ結局その、まあ、何も残ってなくて、まあ、今ではまあね、こんな言い方するのもあれだけど、ほぼみんないなくなっちゃって、いなくなってますね、ほとんど、まあ、数はめちゃくちゃ減りましたね、もう状況になっちゃったのね、うん、やっぱその時にやっぱケネディの教える通り、顧客リストを作る、顧客を獲得するっていう方に、売り上げを上げるために顧客獲得するんじゃなくて、ね、儲けるために顧客獲得するんじゃなくて、顧客獲得するために何か売るみたいな、ね、うん、やっぱそういうマインドでも根本的に逆のマインドでやってたから、なんとか生き延びてこれたのかなっていうのは思う、ね、うん、で短期間でバッと成長できたのも多分それがすごい大きいと思う、ね、だから利益度外視でやってるから、ね、勝つに決まってんじゃん、まあ、そうですよね、儲けを出したいっていう会社と、ね、儲け出さずにバンバン利益をね、利益じゃなくて顧客リストをね獲得しようっていうところだったら、それはね、まあ、勝つに決まってるよね、広告費の差だもんね、おそらく他のところはなんか PPC の広告が出せなくなった瞬間にポンって潰れたりとか、うん、なるじゃないですか、やっぱり、ね、そのキャッシュも残ってないですし、
やっぱ顧客リストっていうのはね、あの資産だから、うん、なくならないからね。そうですね。だからまあ、うん、やっぱこういうビジネスやってると、まあ、今の話にあるように PPC、まあ、Google が昔 Google スラップとか言って、ね、いきなりアカウント止めたりとかガーンと、うん、そういうのよくある、うん、で Facebook も今 Facebook をガンガン出してるけどバーンって止められるというのは、まあ、必ずある、うん、でそうなった時に結局その日々のお金を使っちゃってたらで顧客リストがなかったらまあもう終わりだよね。まあゼロになりますよね。完全に。けど顧客リストがたくさんあって顧客リストとちゃんとこう関係ができてたらもう Google 止まっちゃいましたっていう DM を送ればなのでバーゲンセールしますみたいなね、わかんないけどちょっと困ってますみたいな、ね、そうそうそう、バンバン売り上げが上がるし、まあ、実際ねうちなんかもそのあの Google 止められるとか、ね、そういうのもあったんだけど止められた月に利益がバーン上がるみたいなね、売り上げもちろん下がるんだけど、あの今まで使ってた広告費がなくなるわけだからバンバン金が残るようなんですよ。で俺これいいんじゃないかな止まってもいいんじゃないかなみたいなとか思ったりとか。当分はいけますよね。だやっぱ顧客既存のねリストがあれば別に1年2年広告を止められても別に何とも ないし、ねあのまさにそのマーケなんかさ、山さんがやってるチームなんかさ、こうしばらく出してないでしょ。そうですね、ちょっとやめましょうかって言ってやってるんですけど、ね、なんてことないまま運営できてるでしょ。いいですね、やっぱりね資産を積み上げるっていう面ではやっぱ顧客リストを作るというのはね、これはいかに重要か、ね、そうですね。まあ顧客リストを作ってその関係性をみたいなのをケネディもずっと言ってますからね。本当にね、うん、あの顧客リストがないビジネスはビジネスじゃないって言ってたもん、うん、あみたいなそうなんみたいな、ほんまやみたいな結局そのね、分かんないけど多分店舗系のビジネスしてる人とかは、うん、そうかもしれないけど、リアルで店舗とかやってる人はやっぱ顧客リスト作ってない人が多いじゃん。そうですね、ネットはね、ウェブネットはやっぱ顧客リストなかったらデータベースなかったらどうすんのっていうですね、メールアドレスとかはねもらわないと話だけど、うん、そういうリアルなビジネスであの顧客リスト作ってない会社っていうのは多分たくさんあると思うけど、まあダン・ケネディから言わせるとそんなものはビジネスじゃないと、うん、だから来たお客さんなんか買ってくれたらね登録してもらうなりね、うん、まあでも確かに、ね、言われてみればそうだよね。店舗があって目の前を通る人が、うん、まあ一定のあれで入ってきて、まあ、成り立つって言うでしょ、うん、まあ、言ったら常に偶然に頼ってるみたいな話は、まあ、そこでチラシ巻いてとかね、まあ、いろいろあると思うけどそれは、まあ、まあビジネスって言えないって言われるのもまあまあまあそうかもなっていう感じするよね。なんか今僕住んでるところの駅前が開発されてるんですけど、もう開発されたら人の通る流れが変わるんですって。おあそこのお店潰れちゃうかなとか思ったりするところに立ってるところもありますね。ここは今まではめっちゃ通ってたけど、ここなんか報道局みたいなのでかいできたけど下誰が通んのかなってになって、ここ大丈夫かなとかはやっぱ思いますね。それは地域のそこ好きな人は行くでしょうけど、どうなんやろなとか、ファンを獲得しないですね。そこでファン獲得したったら多分大丈夫ですけど、どうかなみたいなのはちょっとあったりしますね、うん、それはあるよね。やっぱリアルでも顧客リストっていうのはちゃんと獲得してメンテしとかないと、いや非常にまずいんじゃないでしょうかという話ですけど、うん、まあ、結局こうなんかちょっと邪魔くさいかもしれないですけどね、その時もらうためにどうすんのかっていうのは、うん、でもまあやっとかないとね、いざという時にすぐ即死しますから、うん、でもそれやっといたらね、言うたら変な話、1000ぐらいはさ何年かやればさ多分たまるじゃん、まあ、そうですね、普通にねお店やってれば、ね、うん、だって2年で1000貯めようと思ったら月40人だからね。そうですね、うんうん、それって言ったら週10人でしょ。週10人のリストは作れるだろうみたいなね、まあまあ、頑張ってやれば ね普通にやってれば、普通に来た人のなんかやるなり、うん、クーポンやるなりね、そのまあ LINE とかやるなり、うん、LINE はねちょっと先ほど腹が立ってしゃあないけど、まあまあ置いといて Facebook とかなんか分かんないけどさ、ね、やるなり、まあメアドがね一番だけど、うんうん、まあまあね、そういうのやっとかないとまあダメかな。でやっぱそのケネディの教えを中でやっぱ一番、まあ、印象が強かったっていうのはインパクトがあったのがこれだもんね。すごいですよね。すごい、もう全然違うことになりますから。そうだよね。今でもなんていうか、例えば僕らがお客さんに会った時に、うん、まあ、僕らがまあ3000とかの本を売ってるじゃないですか、うん、3000の本をいく売ってますよねって言って、うん、国費ぐらいなんですかって言って、うん、まあ、5000とか6000とか普通に言うじゃないですか、うんうん、
はってなる人はやっぱり結構いますから、なんでみたいな、そう、ね、お前何言ってんのみたいな反応になる人も多分いる、うん、まあ多分というか結構いたので、そう3000円の本なんかね、あらりで言ったらね多分2000円ないんですよ、はい、うんね、で送料とか考えるともう多分1500円とか1000円とかなんですよ、うん、それに5、6000円かけて売るって赤字で顧客獲得するからね、うん、それもやっぱこの考えがないとできないので、そうだよ、ね、売り上げを上げるためにお客さん獲得、利益出すためにお客さん獲得しようと思ってたらね、商品価格より高いので売ってたら頭おかしいじゃないですか、まあ無理だよね、ですね、だからそういうことをこうね、うん、でもそのね、その顧客獲得の本とかをさ、広告費その CPL のさ1000円とか800円とかってたら、まあ月何冊出んだろうなって話、ね、まあ、大したことにはならないですね、やっぱりね、5冊とかね、うん、それでも利益出るように頑張っていくっていうのはね、うん、別にお客さんとの関係ができてしまえば、あとはこっちが頑張れば何とか、ね、なったりするので、別に広告費下げるのは別にいつでもできるのでっていうところですね。俺もこのお店の顧客リストに入ってたらチーズケーキ買いまくってたと思う今の5倍が買ってたと。なるほど、そういうことですね、まあ、これね、なかなか全然食べてない、いや僕はもう真面目ですからやっぱり、ああ糖分まあまあ足りてますし、まだ、あ、そうか、そうですね、はい、というか大川さんがもうそろそろチーズケーキ食べおりますので、では今日はこの辺でということで、まあ、まとめはやっぱりもう一回じゃあ最後に、はい、読んでいただいて、平凡な社長、平凡な起業家は売上を上げるために顧客獲得する、非凡な社長、非凡な起業家は顧客を獲得するために売上を上げると、深いなあ、そうですね、深いね、そのリアクションがなんかこう深さを浅くしてる感じもしなくもないですけども、まあこれが深いねあえてチーズケーキ食べようっていうことですね。じゃあまあこの言葉がねいいと思った方はまあいいねとか、まあこのちょっとでも面白いなと思ったらまあハートマークとか押していただいてということで、承認欲求がね満たされなくて全然もう、ね、誰もすごいねとか言ってくれないですから、そうそうそう、どっちか言ったらあの厳しいフィードバックでやって白い目で見られてるだけですから何やお前みたいな感じで見られてばっかりですから、たまにはいいねをいただいてということ で他にも承認欲求を満たしてくださいですね、お願いします。最初に言えばよかった、ね、冒頭に言えばよかった、ね、まあそうですね、タイミングがなかった、はい、ではまあこちらね、また他にもあの聞きたいこととか、まあ、この上かな下かなちょっと分からないですけど、アンケートフォームとかあるのでそちらにも入れていただいてということで、まあ、マーケティングの話にもう限らなくて大丈夫なので、まあ、聞きたいこととか聞いていただければということですね。で採用されればまたちょっとしたプレゼントもあると、まあ、今考え中ですのでぜひぜひよろしくお願いします、はい、ではまた明日ということでありがとうございました。ありがとうございました。